はい、今日は3月にゲットしたものベスト3。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は3月にゲットしたものベスト3を紹介していきたいと思います。3月はですね、まあまず中1が終わりました。春休みなおです。春休みはいいですね。春休みは、まあ、宿題っていう宿題は全然ないから好きです。イエーイ。でね、まあ、春休みが始まったわけなんですけども、ちょっとねいつかなわかんないんだけどあと春休みに私ママにサプライズでクッキーを作ったんです。それねインスタとかツイッターに上がってるので探してみてください。見たら多分あると思うのでぜひ見てください。そう、見たら美味しい美味しいって言ってくれて、私一人でクッキー作るの初めてで、てか一人で料理するのが初めてで、できるかなとか思ったんだけど、できました。あとは友達とね遊びたいなと思います。3月のカレンダーになんかすっごいパー書いてあるけど、春休みスタートとか言って27日に春休みが始まった、土曜日ですね、始まって、今の撮影日が29ですね。だから春休み3日経った今なんですけども、1回だけ友達と遊んできました、ね、たくさん体を動かしたんですよね。筋肉痛がすごいって感じです。3月はそんな感じかな。うん、まあ中学1年が終わったのが一瞬でしたね。始まったのもまあコロナがあったから、休校とかさいろいろあったから。そうだね。あ、でちなみにここで撮影するのめっちゃ久々です。久々にここに座って、久々にここの電気をつけました。いいね、やっぱ久々って。いつも机だったんだけどここにしました。それではお渡ししました、3月にゲットしたものベスト3。それでは早速やっていきましょう。3月にゲットしたもの第3位は、じゃん、3位はこちら。こちらは100均で購入したメイク道具なんですけども、まずこっちはですね、まつげをグイって上げるやつです。これはセリアかダイソーどっちかで購入したんですけども、めちゃめちゃ使いやすくてコンパクトなので、あのバッグとかねスッて入れられるから、これだけ持ってっても結構いいです。でまあ2分ぐらいギュッてやってるとめっちゃブワーンってなるので、もう本当にこれはいいです。その他のさ普通のやつだとさ場所結構取るじゃん。でこれ場所取んないから、バッグのなんかポケットみたいなのあるじゃん、まあ、私めっちゃリュックとか使ってるんだけど、あのリュックとかにもさなんかちっちゃいチャックみたいなのとかあるじゃん、そこにスッて入れられるのでめちゃめちゃいいです。でもう一つはこちらは UG ブルーミングアイカラーパレット05アイシャドウなんですけども、こちらはセリアダイソーさんで、メイク道具一式揃えるっていう動画で購入したアイシャドウなんですけども、最近もうね春じゃないですか。春メイクするときにこれピンクがすごい揃ってるからすごくやりやすくて、そのこれを紹介した時にも言ったんですけど、買う時だったかな、もうどっちか忘れちゃったんですけど、ドンキホーテでアイシャドウパレット32色ぐらい入ってるやつがあるんですけど、それもピンク5種類とかぐらいで、でもこれは9種類あってめちゃめちゃ使いやすいです。で特に自分が使ってるのはここの色をよく使ってます。まあ、他もよく使いますけどね、一番使ってるのはそんな感じかな。まあ、この2つがすごくいいです。はい、次行きましょう。続いて第2位は、じゃん、2位はこちら。こちらはですね、無印で購入した筆箱になってます。今は中身はね入れてない状態なんですけども、あのめちゃめちゃ使いやすくてですね、このタイプあんま持ってなくて、その見た目だとさあんまり入んない感じがするじゃん、でもめちゃめちゃ入ってね、文房具好きの私にはねめっちゃいいです。なんかちっちゃい筆箱とかも持ってるんだけど、文房具がすごい好きなのは多分ご存知だと思うんですけども、筆箱がちっちゃいとね入んないんですよね。シャーペンをみんなさ
大体学校の友達とかはさ3ん1本とか2本ぐらいしか入れてないんだけど、私4本ぐらい普通に入れちゃうんですよ。最近は 0.3 のシャーペンを3本と 0.5 を1本入れてたんですよね。そんぐらいめっちゃ入れるタイプで、なんかマスキングテープとか入れたりとか、と糊とか、まあそんな感じで、まあ、文房具がとても多い人でして、だからそのちっちゃいと本当に入んないんです。でこれも買った時にあちっちゃいかなとか思ったんだけど、結構入るんです。だからすっごいいいなと思ってベスト3に入れましたということで2はこんな感じです。それでは皆さんお待たせしました。2020今何年だっけ、ママ今2021に1だっけ。それでは皆さんお待たせしました。2021年3月にゲットしたもの第1位はじゃん、こちらです。え、なくない、ここです。はい、こちらはひまちゃんの洋服でございます。よいしょ。まあ正式に言いますとこっちもお気に入りだしね。こんな感じで言うと、はい、ひまちゃんセットが第1位となっております。可愛いんだこれが。もう普段でもめちゃめちゃ着させてもらってるんですけど、もうどっちともすごい好きで、今は水色の方を着させてもらってるんですけど、この水玉模様とかも持ってなかったし、ひまちゃんにサプライズドッキリした時にも言ったんですけど、私こういう感じの服を全く持ってなかったし、なんかワンピースを持っててもなんか半袖だったりとか、あと長いんですよね、ロングのワンピースだったんですけど、このね膝ぐらいのワンピースは持ってなくて、しかもこんなフリフリなのも買ったことなかったので、もう初だったんですけど、初がすごいあった洋服だったんですけども、すっごくお気に入りです。でね、その他にもこのイヤリングとかさ、ブレスレットとかもめちゃめちゃ可愛くて、本当に普段これとこれでよく歩いてる、ま噛んだ、普段この洋服とかこれをつけてよく歩いてます。まあ、よくある子ではまあこれのどっちかでもあるんだけど、これだったらこれとこのイヤリングとこれで、リュック、黒いリュックを背負って歩いてたり、このやつだったらこれ全部つけて、ひまちゃんから誕生日プレゼントでいただいたバッグをよくそのコーデに合わせてる感じですね。まあ、ぜひ見かけたら話しかけてください、お願いします。ということでね、まあ、ひまちゃんセットが第1位でございましたね。後ろのリボンとかもめちゃめちゃ可愛くていいです。まあ、最近はもう春だからね、これでいこうかなと思ってるんだけど、今まではこの中にレースを着たりしてました。今日はねめちゃめちゃ暖かくてこれで過ごしてました。ということで3月にゲットしたものベスト3はこんな感じでした。はい、ということで今回は3月にゲットしたものベスト3を紹介しましたね。たくさんねいいものが買えたんじゃないかなと思います。4月はね多分中2が始まるんだね。だから中2で新しく買ったものとかがあると思うんで、ベスト3は学校で買った例えば文房具とかが結構増えるんじゃないでしょうか。ぜひ楽しみにしててください。そしてね、3月で卒業した皆さんおめでとうございます。これ最初に言わなきゃいけないんだけどね、ごめんね、今思い出した。新学期も皆さん頑張っていきましょう。そして春休み楽しみましょう。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。